さあ、よし、お前誰やねん。さあ、いや、この人が一番。じゃあ、最後スト5の解説、ポイントで気合だけ取っていきます。この勝負倍だから、サクラとセスっていう組み合わせはポイントではあんまりセスが新しいキャラなんで戦ったことなかったんですけど、まあ、やっていくうちに、まあ、割といい組み合わせなのかなと思いましたね。まあ、ただまあセスの空中のかかと落とし、あれを連発されると多分桜がきついのかなっていう印象はありました。まあ、ハンタスはあんまり使ってこなかったんで、まあ押し付けられなかったけど、これですね、このかかと落とし。さあ、まあ序盤はね、結構投げがグラップされるなっていう印象だったんですけど、あーこれね、長いな、長っつってますけど、セスのまあ強いところというか、かなりまあ強いところですねっていうのは、この中足ですよね。長い中足、当たってんのかってぐらいの本当長い中足なんですけど、この中足から必殺技のこのくるくる回ってキックっていうのが、まあ中足先端からでもつながる、しかもまあ先端でガードされたら反撃がないっていうことで、ね、これが、まあ、超強い、セスの超強いところなのかなと、思います。長っ。こういう風にね、まあ、何回もやられます。で、今ね、ちょっと遠目だったん、結構先端気味の中足に、ね、ジャッキックで反撃を取ろうとしてるんですけど、こういう風に反撃は取れない距離だった。まあ、角派にならない距離だったら、この技の空振りに、まあ、ちょうど中パンチ合わせられて、まあ、そのままターゲットコンボで、火力取られてしまいます。まあ、だから、反撃を取るときは、ちゃんと、まあ、その、場所、位置を見極めてね、取らないといけない。じゃあ、まあ、ここで、まあ、一応、桜、V トリガーワンを選択してます。まあ、V トリガーワンっていうのは、波動拳が強化される、V トリガーなんですけど、まあね、波動拳一発からなかなか火力を取ることができるのと、まあ、あと固め能力は強くなりますね。まあ最初ら辺はやっぱりグラップされてます、結構何が全部グラップされてるんで、まあ、ちょっと意識してね、うわー、グラップ潰しをこれから入れていくんですけど、まあ、1試合目は結構序盤攻められたんですけど、なかなかいい逆転を見せられたのかなと思いますね。なかなか質が良かったです。さあ、対空ですね。まあ、サクラの対空はさっきのアッパー、基本的にはあのアッパーを使っていくことになります。さあ、投げて、ここはまあ投げ潰しのタクなんですけど、フラッシュカウンターしてしまったんでコンボが繋がらなかったですね。チュアシハド、チュアシハドはチュアシがカウンターヒットしてたら先端でも繋がります。さあ、今の多分各班の距離ですね。ちゃんとジャックパンチを、ジャックキックがで各班取っていきたいところ。さあ、これはセスがマイナス2フレームなんで、まあ、強気に投げていく。で、今のですね、投げ潰し、結構投げがグラップされてたんで、まあ、この投げの後前に進んで、一瞬、もう一回投げるぞっていう、素振りを見せて、ちょっと後ろに下がって攻撃する。まあ、これがまあ、いわゆる、スト5の基本的な投げ狩りの形なんですけど、まあ、こうすることによって、まあ、セス側の投げモーションがこういう風に使ってしまって、ここに攻撃が入ります。まあ、これを結構、まあ、最初の辺グラップされたんで、これをどんどん見せていくという風にしてリターンを取っていく動きしてますね。いや、俺はもっと良くなるよ、これ駆け抜けるよ、この桜。まあ1戦目は勝利ということで、まあ結構不利なとこから返すターンがでかかったかなと思います。 V トリガーないんで確かに V トリガー最強やからな、マジ火力パーが高くなるからな。さあ2戦目、時間投げから
歩きが速いんで、こういうかなり歩いて投げるっていうのも通すことができますね。今のキックはちょっと違い見てもらったらわかるんですけど、ほら、くる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 っていつもより余計に回ってるじゃないですか。しか3回回ってキックするんですよ、今日バージョンは。これは逆にガード刺したらセス側が有利で、この後にセスの方が早く動けるんで、こっちがコパンとか攻撃してしまうとカウンターを取られると。なので基本的にはこの後はガード選択安定です。まあ、こういう見極めをしていかないといけないんですよね。さあ、ダッシュは止められる。やっぱチラシが長いんで、こういうダッシュとかも止められますね。さあ、Vトリガー発動して。Vトリガー発動したら結構強気にチラシとかを振っていけます。まあ、チラシガードされても何もなくなるんで。で、当たったらこういう風にコンボに持っていけると。なかなか威力の高いコンボなんで簡単には食らえないです。さっきのですね。ほら、これ。歩いてしゃがみガードすることによって、このぐらいの距離に中足、ぐるぐるキックをさせたら、まあ大体これぐらいの距離が離れるんですけど、この距離なら、ジャックキックが、あのキックの隙に、ぐるぐるキックの隙に反応確定しまして、ここから小号圏まで。コンボを入れることができます。歩きガードっていうのは結構大事になってくるのかなと。おい、さあ、ここからは V トリガー非常に火力が高くなります。おい、やめろそれ。はあ、これですね。これがきついんですよね。それは消えますよ。いや、無理です。さあ、EX サード EX サードも当たるとなかなかダメージが出て、ガードされても隙がないんで。さあ、投げ。セスの投げも強いんですよね。投げが強いというか、中足が強いんで、基本的にまあ、投げっていうのは、こっちも後ろに下がって透かすんですけど、セスの中足長いんで、結構しゃがみガードしていかないといけない時間がどうしても多くなるんで、まあ、そこに歩いて投げっていうのが通りやすいですね。結構強気にバンバン投げられたっていう感じになってます。まあ、2試合目は取られて、ちょっと一瞬ラグとなりました。例えばラグで。さあ、ジャンプの硬直にダッシュして投げます。ここはダッシュやりすぎましたね。画面端コンボしようと思ったらコンボミスします。さあ、一応中足トリガー発動はプラス1フレなんで、こっちの方が先動けるんで、こっちが技を出しますね。さあ、痛い。さあ、画面端クリティカルアーツ。クリティカルアーツの後の状況は、ダッシュして、サクラが2フレ有利なんで、ダッシュしたら基本的に相手は何もしない方がいいんですけど、頑張れてきましたね。さあ。これはまあ知らなかったんですけど、セスの V トリガー発動してくるときは、フフイン、弾をこのくるくるキックで、消しても、派生技、につなげることができる。なしで、まあ、裏曲がりからキックされるんですけど、この時多分僕が前歩きは選択してたのかな。あ、でもしゃがみガードしてるから、ちゃんと反応してるっぽいですね。なんで、まあ、ちゃんとガードして。知ってるわ。知ってたか。前歩いただけは俺。まあ、反撃取っていく。さあ、ここ、体育潰されます。どうなのかな、距離によっては潰されるのかな。まあ、基本的にさっきの、さっきも見せてたんですけど、投げの後は、ちょっと歩いて中足が埋まるので、まあ、相手が攻撃とかしてると、こういう風にカウンターヒットしますね。
なんか新風客入れとくのがまあ安定かな。ガードされても大丈夫なんで。やってねえよやってねえよって言ってますけど、さっきのはなぜ証券が出てしまったかっていうのはまあちょっと自覚があって、新風客、さっきから売ってる新風客ですね、このこれで、でガードさしたらマイナス2フレームって言って、まあ反撃は受けないけど、まあ、このゲーム3フレームの技、3フレームで出る技が一番早いんで、マイナス2フレームっていうのは反撃を受けないんですけど、まあ、ただ相手の方が先に動ける。で、これがガードされた後に EX 召喚っていう無敵技を放つっていうのが、まあ、桜の、まあ、ちょっと、裏タクのプレイとしてあるんですが、それを、まあ、ガードされたらやろう。でもヒットしてたから、まあそれをしなかったんですけど、EX 召喚のコマンドが残ってて、弱パンチを出そうとしたら、弱小王に化けてしまったっていうのが、まあ、やってねえよ。真相ですね。この、これをやってしまった真相がそれかです。さ、しゃがみチューパンプラス2。結構きつい。さあ、プラスフレームを取られますが、ここで V トリガー発動。V トリガー発動したらワンチャンあります。が、中足、受けられて、もうこっちの中足が潰されたのかな。さあ、飛び落とし。まあ、ここは最初に飛んでくるっていうのは結構ハントスの癖になってるっぽいんで、それを落としてダメージ取るっていう場面は結構多いです。なのね、一応狙ってるんですよ。っていうのも、ジャンプ攻撃から投げっていうのは、まあ基本的なプレイなんですけど、桜は後ろ歩きが早いので、全キャラ中一番早いので、そこから、まあ若干ちょっと歩いて投げっていうのをしようとすると、桜の後ろ下がり、早いんで余裕で避けれるんですね。で、この投げスカリに対して、僕が反撃を入れるんですよ、本当は。ね、反撃入れようとしてますけど、スクラの後ろ歩きが早すぎるばかりに、この反撃が届いてないんですよ。だからちょっとここも、本当はちょっと後ろ歩いて、しゃがみがあるっていう風にして、位置調整をして反撃を入れるのは本当はいいですね。で、まあ、これは課題ですね。スクラの後ろ早い。後ろ歩きの速さは、まだ活かしきれてないかなと。振り子発動は非常に強いです。プラス何歩かな ?8 ぐらいあった気がする。さあ、投げから、チアシゴもあるんで、とりあえず打って。さあ、あれ、スキあると思うんですけど、手入れれてないです。さあ、クリティカルアーツ。まあ、まだ死なないけど、ダッシュプラス2なんで、ダッシュから投げ。まあ、それは基本になるのかな。まあ、ダッシュから投げっていうのは実際届かないんですよ。実はダッシュ、少し歩き投げっていうのをしてます。なので、ダッシュそのまま投げてでしたら3フレーム潰せるんですけど、それができないんで、ダッシュちょっと歩き投げ。わかりやすいね。書いてあるから。暴れに負けるタクですね、一応は。まあ、ただ遅い暴れなら大丈夫。まだまだ長いよ。1試合が長いよ、結構今回。チラシが長い。基本的にさくらは画面端になると火力が高くなるんで、画面はどんどん押していきたいですね。チラシンプ、まあこれは基本ですね。ここは結構チラシとか当たって EX シンプに持っていけたら火力取れます。画面端入れ替えられて、テスも画面端火力高いんで、できるだけ画面端には痛くない。さあ、トリガーがあるんで、さあ、トリガー発動から、さあ、うまく昇竜対空されます。シュアシュア当てれば火力取れます。ですが、まあ、セスのクリティカルアーツ。まあ、セスのクリティカルアーツっていうのは一発の最後にボーンって出すんで、
これが、根性値が効きにくいんで威力高いんですよね、基本的には。根性値っていうのは、まあ、体力が低くなると受けるダメージが軽減されるっていうシステムがあるんですよ。まあもう、こっち体力やばいって時はもう根性で耐えるみたいなイメージですね。それがまあ、セスの、クリティカルやつはさっきみたいに一発の威力が高いんで、根性値が発動される体力の前に、まあ、やられるということですね。さあ。この距離はあんまやることないから、とりあえず波動を置いてますけど、当たればラッキーというとですね。基本的に桜も波動拳持ってるとはいえ、インファイトの方が強いので、さあ、これは絶対反撃ある。ただまあミスってる。後ろ投げ。後ろ投げの方がまあ威力は高いかな。一緒かやったかな。さあ、V トリが発動すると一気に火力高くなります。さあ、ただ画面端なのでチャンスです。さあ、今のも投げを釣ってますが、うまくガードされた。しかし、まあ波動でフォローできるんで、問題なかったですね。さあ、波動当たれば、この威力出るんで。やっぱ V トリガジのこの波動っていうのは本当に強いですよね。まあガードされても問題ないし、当たれば高い。EX波動適当に打ったら当たる。ここは多分投げ抜けさせようと思ったんですけど、たまたま投げ当たってしまう。さあ、ここでも投げ誘いですね。なかなかいい火力が出ます。ただ投げ誘いに対抗して、遅らせ中盤を選択しますね、ハンタクは。なかなかうまい。切り返しされます。リターンの高い。さあ、これは果敢。ただまあ、あまりいいのは入れれなくて。さあ、お互い当たれば勝ち。さあ、今のはまあ、バカっていうのはまあ、勝ってたんですけどね。運が悪い。ジャカシーショー、クリティカルアーツだったら、勝ちでしたね。ショー剣出んのかよ。まあ、ちゃんと攪拌出るようにしたいですね、やっぱり。小流拳入力せなあかんのが辛いな。いい勝負やな。まあ、もったいないとこで落としてっていう感じ。スコア2、2。なかなか均衡してます。さあ、ここも投げ誘い。まあ、春風にしてるのは安定取ってますね。中パン中パンっていうのはまあ基本的に割れない連携です。なんか出た。絶対やってないけど。さあ、ここも攪拌取りたいな。さあ、攪拌。うん、勝負が出ない。攪拌っていうのは確定反撃のだけですね。画面端だったらこういうふうによく瞬間から火力出るんですけど、勝券見捨てますね。さあ、高いぞ。ただ画面端キープしたんであんまり高くない。下げに行く。まあ、台足打ちますね。まあ、セスの中足長いんで、桜も台足で、まあ、同じくらい長い技で、対抗していくっていうのはまあ一つありなんかなと思います。さあ、マイナス2です、セスの。まあ、さっき投げやったんで、ちょっと遅めの打撃をしてみようかなっていう感じで打撃選択してます。さあ、画面端火力高いですね、セス。さあ、上から下から、この距離の波動拳強いです。プラス1フレで、さらに2フレかな、プラス2フレで中足が6フレなんで、中技暴れは全部勝てます。足早いんでね。足早いんだよ、こいつ。うろちょろしやがって。足早いのは強いからな。それが結構、ゴリ押しできますね。まあ、セスもトリガー中は結構ゴリ押しできるんで。ただまあ、こっちの方が、トリガー原理は日本なんで、その分早く発動できるっていうのがまあ、いいとこですね。2回発動はなかなか難しいんですけど。
った上から、まあ、やっぱ近づこうとするとこのチュアシがどうもネックになってきますね。もしまあチュアシをかいくぐってダッシュ、まあ、どっかでステップとか歩きを通さないとやっぱりきついっすよね。バタイク、チュアシのバリアに対してまあ小足とかで蹴れたら一番いいんですけど、まあセスの中足もやっぱ長いんで、何や今の目の前で止まる、急停止。あははは、もうマイナス2。とりあえずダイヤ処理は、よし、さすがにプラスっすか。さすがにプラス、あ、プラスじゃないで、ちなみにダイヤ処理、ダイヤ処理がプラスないんですよね。プラマイゼロっていう情報を試合中に与えてしまいます。これはミスですね。もう終わるまで相手に情報を与えない方がいいです。つい優しさが出ちゃいましたね。さあ、これはセス側のプラスです。2回回ったんで、2回じゃあ3回回ったんで。さあ、通常技が強いんで結構画面端きついっす。やっぱりとりあえずダイヤ処理側かなんか EX 発動、こっちでいいね。それでとりあえず発動から火力を取っていきたいところです。さあ、足波動を当たれば減ります。さあ、なぜかここ投げられてしまう。ラッキー、危なかった。投げ透かしを狙ってたんですけど、さあ、これやっぱり最初飛んでくるんで対空入れます。ただ、弱弱、中っていう連携は、まあ、基本的に割れない連携です。サンフレでも割れないかな。さあ、中盤。シャガ中が近くで当たってしまうと、やっぱ火力とかれます。さあ、痛い。さあ、チュアシ先端。相手の中足に対してカウンターヒットしてますね。おっと、これはいいですよ。さあ、ダッシュプラス2からガードを選択してますが、今の後ろ下がりはちょっと余計でした。後ろ下がらずにその場で中足することによって、まあ相手の暴れ潰しできたのかなと思います。ちょっと後ろ下がっちゃったのがミスですね。話警戒するとこまでは良かったと思います。いやーです。クリティカルアーツ、ダッシュ、その場でしゃがみガードしながら、ちょっと遅らせちわしっていう風なプレイをしてれば良かったかなと思いますね。負けるんだよ。でも、あれやろ？さあ、3-3。まあ、7本選手なんで、ここまでかなりいい試合、いい分できてます。さあ、投げていきます。この辺の投げが決まるのも最初ら辺に投げ潰しをよくしているのがやっぱ効いてきてますね。投げ潰しされた方がやっぱ高いんで、相手も投げを捨てるっていう選択肢が出てくるんです。さあ、パナシでいきます。この試合一発目のパナシかな。蹴った EX 証券っていうやつですね。あれが敵技です。さあ、ここ投げ潰し。さあ、投げて、これ中段ですね。中段っていうのはまあしゃがみガードしてたのを食らう、立ちガードしないといけない技です。まあ、基本的にこのストリートファイターっていうゲームは中段はフレーム的に遅くて、しかも威力はあんま高くない、コマも繋がらないっていう技なんですけど、まあその分不意をつける技っていう感じで設計されてます。痛い痛い、逃げろ。こういう風に距離を取る、画面を押してると距離を取って戦えるんで、相手の攻めからも逃れやすいです。さあ、 EX ハード発動はだいぶ有利なんですけど、うまく V リバーサルで切り返されてしまう。 V リバーサルに対しては結構うまく対応できてたんですけど、まあここコンボミスってます。
まあ、ハンターさんも V スキルのコンボを選択して V ゲージを貯めてきてますが、さあ、中段。中段から下段でチクチク。まあ、最後の爪にはやっぱり使えます。中段をやってからなんかするっていう。この試合ぐらいかな、この中段を使ったのは。まあ、あんまり威力も高くないし、最後の爪ぐらいにしか使えないんで、そんなに多用する技でもないです。勝ちたよ、ここ取れば。ここ取ればでかいよ。何ジャンプとかしてこないんで、波動拳とりあえず打ってます。タクラの波動拳はあんまり強くないんで、やっぱり打ちたくないんですよね、できれば。ただまあ、暇だったら打つ。こういう中足から波動拳っていうのは、相手が何か攻撃を入力してたらカウンターヒットします。結構カウンターヒットしてる場面が多かったですね、今回は。さっきも結構、ちょっとマッキングしますけど。こう意外というか、ぐらいの距離で、ほぼ先端でガードしても、ちょっと歩いて、ジャックキックすれば届くんかなって思ったんで、それのガードして反撃できる距離っていうのは、まあぜひ覚えて、まあちゃんと反撃入れるようになったらだいぶ大きいポイントだと思います。さあ、アッパー強いです。あ、まあ、まあ、投げ警戒してますね。投げというか、投げ潰し警戒されてます。こういう風に。近づいて下がってっていうのをしてても、まあずっとしてたんで、その分やっぱ警戒が入って。さあ、ここなぜか EX 消耗になる。まあいいやっていうことです。うわ、マジか。ああ、やってるわ、中段。やっぱ最後の爪ですね。EX 波動発動っていうのは、プラス10フレくらいあるんで。ここで中段を選択しても大丈夫。なぜか当たる。暴れ潰しになりました。あ、これは果敢です。中足も入ります。確かマイナス8ぐらいあるんで、入る距離だったら果敢だいぶ入るけど、まあやっぱり中足を先端でこういう風に当てられると何も入らない、ね、結構難しいんですよね、反撃が。さあ波動が入ったんでリーチですね。なんか攻撃当たればなんですけど、セスはまあ V トリガーを使えば火力は長いと。すいません。さあまずダッシュが入って、しかしこれは無敵技ですね。いわゆる昇竜拳で切り返されます。セスは体力が結構低めのキャラなんで、どうしても昇竜拳を透かしてしまうとやばいっていうことがあって、そう簡単には離せないキャラになってます。さあダイヤシャーツとはプラマイゼロ、本当は振り子発動とかした方がいいんですよ。痛い。フィジカルは死ねますね。これも根性値が効かないんで死んでしまいます。ナイス。また1、1クロスしていて、さあこれで 4-4 かな。相当自立です。かなりいい勝負してたんですね。コンボ、このコンボ当てれたらでかいっていうコンボですね。大足、大 K かな。立ち大 K がフラッシュカウンター。このフラッシュカウンターっていうのは、まあ、いわゆるなんか、フラッシュカウンターしたらフラッシュカウンターになる技っていうのがあるんですよ。まあ、基本的に大攻撃ですね。まあ、この大足だったり、しゃがみの大きい足払い。とかがクラッシュカウンター対応技になってて、こういう変な特殊なやられ方になります。クラッシュカウンターしてて。
したときに、まあ、桜の V スキル2ですね。くるくるって回って、2位をする技です。から、弱小。これが、まあ、大 K がクラッカーンしたときに、基本的に選択したいコンボで、これなんで、これがいいのかっていうと、この下の V ゲージを見てもらったらわかるんですけど、この V ゲージっていうのは基本的にダメージを食らったり、技がクラッシュカウンターしたり、それか、また V スキルっていう、まあ、特殊な技を当てた時に、V ゲージが増加するんですけど、このコンボは、まあ、大剣のクラッシュカウンターで、クラッシュカウンターの時点で、まあ、結構溜まります。何分ぐらいかな ?3 分の1ぐらいかな溜まって、で、桜の V スキルを当てることによって、さらに3分の1ぐらい溜まる。で、このコンボするだけで、この V ゲージが3分の2本ぐらい溜まるんですね。ここで、こう、1本なんで。で、3分の2本ぐらい溜まるんで、この試合は、まあ、V トリガーを2回ぐらい普通に発動できるチャンスが生まれるわけです。もう、体力あんま減ってないのに、V スキルっていうか V ゲージがめちゃくちゃ溜まってます。これはもうすぐ発動しちゃいますよ。2回発動を狙いたいです。さあ発動すると思います、もうすぐ。さあ、台形発動、台足発動ですね。でも、波動拳適当にバリバリ打って、2回発動狙いたいんで、できるだけ早くこのゲージを減らします。で、やってるうちに、すぐ終わっちゃいます。まあ、桜の V トリガーやっぱ普通に強いんで、これが2回も発動されたら、たまったもんじゃないですか。さあ、結構佐藤飛ばれます。結構危なかったですね。このチーパン強いですよ。ガードされてもプラス3フレーム。このチーパンを触れる位置に行くと、桜は超強いです。大剣発動。しゃがみ大剣で、迂回されて昇竜まで。さあ、今の昇竜拳入れたいですね。投げから、トリガー中なんで血足警戒してくると思ったんで、もう一回投げに行ったろうかなとか思って、たら反撃されます。さあ近く行くと強いですよ。まあこれは多分トリガー発動を狙ってたんで、まあ警戒しないといけない策でしたね。さあ EX波動飛ばれてしまうけど安い。さあ昇竜、昇竜は結構冴えてきましたね。私、まあ結構果敢に上から行きます。近づく手段としてダッシュするか上から行くかっていうのはまあ基本的なタグなんで。痛い。しかし発動します。発動したら夢がある。中盤から中足は割られないです。暴れ潰しになります。さあ、V トリガー1の発動中はクリティカルアーツの威力は20上がるんで、できるだけここに上に使うっていうのは意識したいですね。で、ダッシュから投げ。まあ、基本ですよね。投げ埋まるって言いましたが、まあ、3フレ暴れを選択してたら、全然埋まらないです。ちょっと遅めの技を選択してたっぽいんで、ちょっと歩いて投げが埋まりました。さあ、5-4 になります。相変わらず1本取って1本取られてが、続きますね。さあ、ダッシュ投げ、強気に行ってます。で、弱パンで潰すこともできます、今みたいに。投げからですね。投げから、今までは多分ちょっとあれで血走ってしてたんですけど、まあ、もっと踏み込んで、弱パン、立ち弱パン、で、相手の暴れを潰すこともできて、ここから弱パン、弱足、昇拳ってなるんで、まあ、こっちは簡単ですね。あの、コンボというか、確認するのは簡単なんで。こっちを使っていきたいんですけど、結構歩く距離が難しいです。チラシは結構ちょっと歩いてなんで大丈夫なんですけど。さあ、チラシ先端からでも繋がるキックが強いです。やっぱ画面端近くなるとどうしてもプレッシャーがありますね。セスにしても、サクラにしても。おい、あー、EX ショーが暴発してしまいます。
非常に高いコンボを受けます。こういう風に無敵技っていうのはガードされてしまうとやっぱり大反撃を受けますね。やばいどこや。さあここもコンボミス、しかも悪い方でどうし中足トリガー、まあ、中足はあのカウンターしてたんで大パンいけるかなと思ってたんですけど、まあ、いけなくて普通にコンボミスしちゃいます。で今のも結構ここら辺になって出てきたんですけど、相手のジャンプを前に歩いて透かして、で着地の隙に弱パンを当てると。でまあサクラは弱攻撃3回まで刻めるんで結構こういう確認が楽です。さあダッシュカウンターからはコンボ、さあ敵技はガードしてしっかりコンボ決め切ってこのラウンドは勝利です。さあじゃあダッシュ投げしに行きますが距離足りず、さあこれもそうですね、くぐって弱パン弱系勝、さあ昇竜されます。台形振ります。ここから結構台形振ります。で台形はジャンプされると危ないんで、まあ、さっきのように結構バランスよく技を振ってジャンプ誘ったりしてます。ここ相手ね結構遠めの距離で EX 波動拳打ったんですけど、まあ、ガードされたらあんま意味のない角なんですけど、結構遠めの距離で EX 波動を打つことによって相手がまあ結構まあジャンプしてきてくれる人はいるんで、ジャンプしてきたらまあアッパで対空っていう風なことをします。なので普通に前歩いてるんですけど、まあガードされたんであんま意味なし、まあ、適当に散らしてますね。これで、これ。これが、今前半で言ってた、中足旋風。ガードされてたら、EX 消耗金をパナス。これまあ、基本的な桜の鬱陶しいプレイです。さあ、トリガー発動したら、やっぱりセスは怖いんで、あんまり技を受けれないです。中足一発から半分ぐらい減っちゃうんで。ね、こういう風にされてだいぶ入ります。しかしまあこっちはとりあえずトリガー発動しておいて波動引っかかったら終わりみたいな感じです。なんか適当に波動打ちますね。体力もいい感じに減ってるんで、なんか一発当たれば勝ちかなってぐらい。で投げが入ります。銀行が崩れたぞ。ここでさっきのしゃがみの小足から投げっていうのはまあ基本的にあんま強くないです。でも相手に小足っていうのがマイナス1だったかな、ガードされたらあんまフレームが良くないんで小足から投げっていうのはあんま良くないんですけど、まあ小足で当たってたらプラスフレーム取れるんで、しかもダメージも取れるんで、よし銀行が崩れたぞ、ここで、まあ、結構危ないけど初の2便まずいですよ、結果的に取ったからよしっていう感じの高でしょ。いやだぞ。で投げがやっぱり通りやすくなってる、最初に比べると。繰り返してもらうと分かるんですけど結構やっぱり最初投げ抜けされてますね。しゃあここに来てまあ投げ潰しがよく効いてるっていう感じです。さあ、これ、やっぱりくぐって、ジャクジャク、ショー。さあ、投げられます。やっぱ、セスも投げが強い。後ろに下がって反撃を取ろうとした。でも、やっぱりちょっと、距離の調節がうまくいってないですね。痛い。さあ、ラッキー、コンボミス。EX波動は、2フレームなんで、多分なんか通常技して発動しようとしたんですけど、通常技が出ずに発動してしまったんで、反撃できます。さあ、中足から高いです。さあ、強いですね、やっぱり、画面味は。よし。
投げが入ります。ずっと俺のターン状態だ。さあ対空して、対空から投げ。さあセスもこの通常技対空が非常に高いです。さあこれもね、後ろ下がって反撃やろうとしてくることはわかるんですけど、能力は足りてないですね。感染やっぱ。さあ大ケトリガー中盤、この連携はまあ暴れつぶしの連携なんですけど、全部ガードうまくガードされきってしまう。シノゲージ取りたいんですけど、あーここではもう白ゲージは取れないですね。さあ痛いです。画面端きつい。まあ通常技が強いんで、画面端は前に出たところをチュアシで蹴られる。さあ危ない。対空きっちりやって、さあこれ強いな対空。なるほど。さあまずゲージ使ってきます。まあ、これやったら多分 V トリガーが溜まるかな。桜がで早めに発動したいところです。あわよくば2回を狙いたいんでね。さあ EX ハード発動非常に有利なんですけど、あのダッシュしてこっちが2フレ有利なんで、ただまあ V リバーサルを選択されると、まあ逆に白ゲージを取られてしまう。あとまあ V リバーサル使わせるのはいいと思います。特にセスは3ゲージなんで、さあ投げいっぱい通ります。3ゲージなんで1回 V リバーに吐くとね、なかなか発動が難しくなります。さあ今のとこですね、もったいない、ね、これねちゃんと飛んでね、ショーケーで反撃を取れてるんですよ、ね、ここジャンプ前飛びで避けて後ろにダッシュして、ここまでは良かった。ジャッキー入れる、ここまでは良かった。ジャッキー入れるんやったらショーまで入れろっていう話でした、ね、ショーを入れてクリティカルアーツレンボーゲームセットだったんで、あーマジか、惜しいなー。当たるんか、当たるんやったらちゃんとやれよ、惜しいわ。よしよしよし。さあこれで6号、まあ依然リーチは続きますね。6-6になってしまうとデュース、日本差つくまでやります。そういうルールでした。私は勝つぞ。さあこれは最初はやっぱ対空。さあバレ潰し、ここに来て中中から証券入れたかったですね。投げがよく決まります。やっぱ投げ潰しを散々やった成果かな。さあめっちゃ投げます。下がりたいけどちゃんとしゃがみガードしないと血足に当たってしまうと。さあここはしっかり EX 勝負で対空、遠目なんで EX 勝負で対空します。痛い、玉抜け。しかしまだ死なないですね。セスのクリティカルアーツからの状況はあまり知らないんですけど、危ない。あーかかと落としからちょっと距離が離れてたんで、こっちのパンチが使って相手のコパンが逆に当たると。さあ対空に、対空というかまあ着地対空ですね。さあここにはしっかり反撃、ターゲットコンボしっかり隙があるんでね、反撃入れていかないといけないです。いて
かかと落としが強いんですよね、やっぱり。あ、すげえ。さあ、投げます。さあ、セス側に V トリガーが点灯したんで、余裕で体力減っちゃいますね、何か当たったら。あ、ラッキー。あ、しかし、攪拌を見せてしまう。さあ、今のはね、結構いい、いいタクでしたね。割れながら。ここラッキー。で、コンボミスるんですけど、シュアシからトリガーを引くことによって桜がプラス1有利です。プラス1有利の時に、ジャッケー。これが4フレーム技なんで、4フレーム技攻撃。で、しかもこれがカウンターしてると、ジャッケー、波動拳がコンボで繋がる。っていう感じになってます。まあ、プラス1なんで3フレ暴れには、多分同士打ち相打ちになっちゃうんですけど、まあ基本的には3フレ暴れ以外の技を選択してたらこっちが勝てて、このままカウンターコンボまでいけます。事故だな、あれ。ジャッケーカウンターね。キックの方に。なるほどね。いや、さあ踏んで。さあ、これはセス側マイナスフレームです。さあ、画面端折ってるんでプレッシャーかかってます。こういう風に頑張って飛んできていますが、で、EX 勝負からの、敵技、ガードされたんですけど、空中ぐらいで全然ダメージ受けずに、さあ、ここで V トリガー入っちゃうんですよね。これ、ハンターソンもかなり、決死の V トリガーですね、これに関しては。台形発動。これって多分プラス1ぐらいしかないんですよ。それで V トリガー入っちゃったのが、ちょっとハンターソンとしては逆転の目が薄くなっちゃったのが、薄くなっちゃったのかなと思います。まあ、ただ、クリティカルアーツのゲージはマックス溜まってるんで、しばし、ぐるぐるキックさえ当たれば多分倒せるんですけど、それに持っていくまでに V トリガーを使うっていうのは、まあ基本的にありなので、それができなくなったのはでかいです。さあ、チュアシが当たってしまう。ただゲージが溜まらないんで、と思ったけど、最後は投げでしょうと。結構まっすぐ投げに行きましたね、最後は。マジで投げおくよ。さあ、これで7対5で決着っていう試合でした。まあ最初ら辺結構投げ抜けが多くされたんで、まあ足の速さを生かして、その投げ抜けを誘発させたところに反撃を取っていくという感じの立ち回りで、まあなんとか勝利できましたと。解説動画作りますか。はい。まあ以上で、とりあえず、解説は終わります。最後なんでね、ちょっとコメント残しておきます。まあ、ハンタスは、こういうね、まあ、普段もそうなんですけど、対戦の企画とか、まあ、いろいろできて、まあ、格ゲーなかなかね、一緒にやる相手がいないんで、非常に助かってます。スト5に関してはもう、だいぶ上のランクまで行って、僕では点も出ないんかなと思ったら意外と勝ったりしますけど、他の格ゲーでもね、まあいろいろ教えたりして、もうドラゴブとかはもうボコボコにされたし、まあなんせ一緒にやってくれてありがとうっていう感じですね。で、この解説動画でもまあそうなんですけど、ちょっと格ゲー気になったっていう方はぜひやってみてほしいなって思います。マピュラグミさんとかね、クリア君とかもグラブルちょっとやってほしいなとかちょっと思ってるんでね、まあ、ぜひ2人で対戦したら多分初心者同士で高め合えるんじゃないかな。まあどうしても1人っていうのは辛いんでね、一緒にやってブランカとホンダに勝てへん、まあ楽しめるんじゃないかなと思ってます。まあ、他の人もね、ぜひ、これを機会に格ゲー少しでも触ってみて、まあそんながっつりやるのは結構苦行なんでね、少し触って、
あ、ダメだって思ったらまあやめちゃうこともあると思うんですけど、まあそれでもまあこの機会に触ってみてくれたら嬉しいです。お願いします。でした。またいい具合にリビングこの辺にしておきます。終わります。最後までね、長い動画でしたけど見てくれてありがとうございました。いやほな、いやこっちも勝てると思う。